皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は原神のファミ通紹介をしていきたいと思います。崩壊サードで知られるみほよさんのオープンワールドタイプの RPG です。 PC 版、スマートフォン版、プレイステーション4版を対象にしたファイナルクローズドベータテストが開催中です。ゲームの舞台であるテイワットを走り回って、育成要素や属性が絡み合う派手な戦闘などが味わえます。このゲームでは元素と呼ばれているようです。ゲームの目的である兄と妹の再会とは、主人公を兄か妹いずれかから選択できて、選ばれなかった方はさらわれて行方不明になります。そこで再会を目指すことになるということらしいですね。まあ、従来でしたら女と男、そうですね、選ばれなかった方は幼なじみになる、というんですけどね、今回に限っては兄が男で妹が女ということになるようです。まあその仕様もなかなか斬新なものですよね。まあ確か5つの属性からなるという話でしたね。まあ元素なので光と闇は間違いなくありえないですね。まあ火とか水とか自然とか、まあそんな感じですかね。まあそんな感じで今回はこの辺で原神のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。